夜に生きるは、デニスルヘーンが2012年に発表したアメリカ合衆国の小説。2012年度、江戸川賞長編賞を受賞。砲役は、加賀山拓郎のわけで2013年に、早川書房から出版。禁酒法時代末期のボストン。ジョーは、警視正の息子ながら、仲間と強盗を繰り返していた。ある日、ジョーは強盗に入った。 賭博場でエマという美女と出会い恋に落ちるが、彼女はギャングのボス、ホワイトの丈夫だったため、ジョーは罠にはめられて、刑務所へ収監されてしまう。エマが死んだと聞いたジョーは出所後、復讐のため、ホワイトと対立するペスカトーレに自らを売り込み、ンパでの酒の密造に携わる。地元で力を持つスワレスファミリーの協力を得て、ビジネスを進める中、ジョーは、 エステバンの姉グラシエラと惹かれ合っていく。密造は軌道に乗りホワイト一味の影響力を抑え込むことに成功するジョーだったが、黒人系のスワレスファミリーが協力者であることから、KK、k k 軽に標的にされ、とりわけ地元警察の本部長、フィギスの義弟アールデイの妨害行為は必要だった。ジョーは悪党に騙されて薬漬けにされていたフィギスの娘、ロレットの身柄を医者に預け、 娘の居場所を教えることと引き換えにフィギスと取引をし、RDE を始末する。ジョーは次なるビジネスとして、カジノ建設を計画するが、入信し協会で説教をするロレッタの影響力が強まり、出資者の断りもあり、計画は頓挫してしまう。ロレッタはジョーに、今いるここが天国だと告げた後に自殺する。偶然にも、最近撮られたという写真の中に、 エマの姿を見つけるジョー。エマが実は生きていたことに戸惑うが、その最中ペスカトーレが短波に向かっているという情報が入る。ジョーはペスカトーレから自分の息子にポストを明け渡せと迫られ、さらにペスカトーレとホワイトが裏で手を組んでいたことを知る。仲間が駆けつけ激しい銃撃戦が繰り広げられた末にジョーは勝利し、その場で自分の引退を告げる。 エマとの再会の後、ジョーは、グラシエラとの間に息子を儲け穏やかに暮らしていた。だが、ロレッタのことで、ジョーを逆恨みした。フィギスの襲撃により、グラシエラが殺されてしまう。残されたジョーは、息子と二人で生きていくことを決意する。2016年、ベン・アフレック監督、制作、脚本、主演で映画化された。カッコ内は日本語吹き替え。 未公開シーン本作に対する批評家からの評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには225件のレビューがあり、批評家支持率は35%、平均点は10点満点で5.24点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、夜に生きるは視覚的なスタイルと印象的なキャストを誇っているが、 監督であり、俳優のベン・アフレックがおなじみのテーマを再利用しているため、本作には新鮮さを失っているとなっている。また、メトクリティックには43件のレビューがあり、過重平均値は49、100となっている。ありがとうございます。